阪神、10連勝。10連勝。小野寺が主君の逆転だ。伊藤将司は自身4連勝で7勝目。今年こそ、あれ、やな。梅野の離脱は不安やけど他の選手頼むで。今年大型連勝多いな。パワー大型連敗ばっかだしどうなってんだ。火曜日から6連敗中の広島と。13連勝あるやろこれ。逆に負けそう。もうあとは普通にやってくれるだけであれできる。なんでこんな勝てるんや。強すぎて怖い気持ちが勝つ。揺り戻しがクライマックスシリーズできそう。梅野心配やけど坂本頑張ってくれ。小野寺しばらく固定でいいな。ほころびが見つからない。今年こそ勝てるんだ。野球が楽しいです。10連勝とはたまげた。